第5レーススタートしました。さあ内から1番の尾崎あるいは2番車の小坂大志と上がります。5番の川崎です。まず前を取ったのは2番の小坂大志です。1番車の尾崎も飛び出したんですが前を取ることができません。車間が空いて5番の川崎雅治が先列を詰めます。3番車の木名隆二、外を4番車の村本慎吾、あるいは7番の本間蓮と上がります。最後方が現在6番の62歳の佐古正俊です。初回の4コーナーをカーブしてきます。7番車の本間が上がって2番車の小坂大志、ここは福島コンビ壺にはまった時のまくりは非常に定評があります。さあその本間蓮、正後方の位置を取っています。同県の小坂がマークで7番2番一応切れ目ということで4番の村本、この後ろを追って3番手、一方九州四国勢は後方からということになっています。人気の中心となった5番の川崎、3番車の木名隆二がラインを組んでいる、そして1番の尾崎と相変わらず6番の佐古正俊が最後方です。2周回目3、4コーナーの中間地点というところ、後ろの動きをちらっと見ています。7番の本間、遅ければ突っ張ろうというところか。残り2周回ってジャンというところ、さあ7番の本間が先行か、5番車の川崎が一旦は上昇を見せたのですが元の位置4番手に収まった。先行7番の本間連が取って、これから第2コーナー向こう上面であります。まださほどピッチが上がっていません。人気のかかった5番の川崎はまだまだ4番手、スーッと6番の佐古の方が切り替えた。佐古が切り替えて7番車の本間の後ろで粘っていくのか、2番車の小坂と並走ということで4コーナーから直線、先行7番の本間蓮、後ろが6番の佐古か。さあ一気に5番車の川崎勝がかまし込んできます。3番車の木名、5番3番は飛び出した。この動きに1番の尾崎は残念ながらついていきません。5番3番、そして7番の本間が車間を上げて3番手、4番手は2番の小坂大志で、向こう上面から3コーナー、先行5番の川崎、3番車の木名が2番手、3番手が車間が空いている。4コーナー待って直線、一騎打ちになりました。5番の川崎そのまま5番3番、そして2番車の小坂がどうやら3着のゴールか。5番の川崎堂々と押し切っています。3番車の木名、その動きに尾崎がついていくことができません。リプレイで確認しましょう。そのまんまのゴールは5番の川崎です。木名が続いて5番3番、3着は遅れましたけども2番車、筋違いの小坂大志です。審判の確定放送までしばらくお待ちください。